今日ね、マグロステークやります。で、マグロステークで、赤の部分は使ってるんです。で、最初始まる前にちょっと塩をかける。両サイドで。で、もう一回リップして。ちょっと塩で。これで5分ぐらい置いていきます。その見るでも大丈夫ですけど、自分でこう家でこれ使う。で、同じでかけて よっ、フリップして OK。 これ美味しい、肉みたいですよね。ステークと同じぐらいで。今度はニンニク、これはニンニクの味が、これはそのオイルにこうガーリックオイルがなるんですね。これが包丁でもちろんこうやってこういうのできますけど、もっと簡単なやり方はこれが取って、そのスティックで上にして、その方が結構皮も取ったんですね。綺麗なんです。こんな感じですね。で、このパーツ美味しい。スライスするより潰した方がいいんです。じゃあ次はマヤのフライパン。まあ、カスタム中火ぐらいですね。熱伝がいいから中火で。これぐらいです。多めです。で、そのニンニクを入れる。置いて。で、そのまま少し。その味が、そのニンニクがこうオイルの中の味がなるんです。こうやってアイエーしたらこう回して、ゆっくりゆっくりその刺し感じの方が焦げないようにして、でその後これ柔らかくなって最後にも食べる、その味が中のオイルが入る。やっと割るんです。こういうの。あります。あのニンニク大好きなので。ニンニク好き。で、食べるもの香りが大事なの。半分ぐらいだともう香りが。それが美味しいもので、これもちょっと弱火して、倍で。こういう。まあ弱いでるみたいな。こんな感じで。だんだんこうゴール、ちょっとゴールデンカラーがなるんです。これでも食べても美味しいな、ね、そのままで。あとこれだけガーリックとマヨが入るのですごく美味しい。この後マグロ入れる。ちょっとぐらいだけですごい見て。もう肉のある。いい音。このままだけ。ステークと同じだ。サーロインみたいな味。このまま座らないようにして。方が綺麗色が焼くんですね。もう生ですから、ちょっとぐらい両サイドを焼く。で、切るときに綺麗にこう赤が見えるのかな。で、やるときちょっとオイルをかけてみます。で、このペッパーで塩味を。このぐらいで大丈夫。これをこのぐらいだけで取ります。あとはもうマヤのダマスカスでこれを切るだけ。ちょっとスライスしていきます。で、中も見えるのはこういう感じでいくよ。こういう感じですね。
の時でもちょっと見えるようにして何個ぐらいでも。で、これを残って、そのニンニクをちょっと上に乗せるとか。ホリカサの、まあ、イカイってすごい美味しいオーガニックのものを使って今回マスターと、これプラントベースのマヨ、なんか珍しい。ちょっとこれ作る。まあ、好きなぐらいだね。これ入んないこれいいですね。さ、これでもいい。もう何でもいいよ。入るな。ちょっと取る。好きな。もうこのぐらい好きなものでいいですか。このぐらい。このマヨネーズ。まあここで好きなところで。で最後にちょびっとオリーブを最後にかけるんですね。これも。こうやっておしゃれな感じもできる。ガーリックステーキ。マグロステーキ。マグロス。でもシンプルは美味しいな。これそう見えるじゃん。ステーキより安いし、あのちょっとした味がこう肉みたい、ステーキみたいになる。食べる。食べたいです。食べる。じゃあ箸持ってくる。ちょっとぐらいのどっちがいいの。一番美味しいところで全部美味しい、ね、全部美味しい、ね、一番美味しい部分でさあちょっとじゃソースが乗ってるところがいいですね。ソースがいいからこれを、うわ美味しそうだね。ここでちょっとソースが残ってね、ちょっともう大きい部分で、はい、どうぞ。ありがとうございます。さあじゃあソースとニンニクとしっかり乗ってるのいただきます。お、ちょっとすごい入ったね。うん、美味しい。欲張りすぎました。みんな食べますか。これ食べる。食べたい。カメラマンもちょっとスライス大きいけど、美味しいの魚美味しいな。そのじゃあこれはもっと美味しく食べるのはご飯の少し。ちょっとランチでこれで食べてください。Steak done.